だだだだだ。自衛隊に入隊したばかりの頃で、夏でした。訓練が始まる前日、期待や不安でいっぱいだった私は、なかなか寝つけませんでした。布団の中で悶々としていた時に、廊下から、ダダダダダ、と、誰かが走っているような足音がしました。それも、すごい勢いでです。私がいた部屋は、一番突き当たりで、部屋から廊下出ると、横は壁です。その壁に向かって、猛ダッシュしているように聞こえるのです。朝になって、足音について、同じ部屋の人たちに聞いてみたところ、聞こえる人と、聞こえない人に分かれました。その足音は、毎晩聞こえてきました。ある日、あまりにもうるさいので、耐えきれなくなり、足音がしたのと同時に、部屋の扉を開けました。足音の正体を掴んでやろうと思ったのです。誰もいません。足音も消えてました。その次の日、某班長から、夜中に足音が聞こえても、無視しろとの通達がありました。何でも以前、例の足音を聞いて、正体をつかもうと、廊下へ出た人がいたそうで、その人は、朝になっても部屋に戻らず、どこにもいなかったそうです。警察が来て、捜索しても見つからず、未だに行方不明。あの時、廊下に出てたらと思うと、ガクブルです。駐屯地の横には、病院があるのですが、あの、廊下の壁の真向かいが、ちょうど、遺体安置室だったと、後日聞きました。荒行。幼稚園時代からの知り合いに、三村というやつがいた。三村は小さい頃から性格が乱暴で、根性がねじ曲がっていて、顔つきまで憎たらしいやつだった。小二の時、同じクラスになったので話しかけたら、理由もなく股間にパンチしてきやがった。とにかく、徹底的に嫌われ者で、近所でも学校でも有名だったんだ。三村の母親は、三村のひどい性格について悩んでいたようで、有名な宗教関係者のところへ相談に行ったのだが、その人が言うには、三村にはとても強い因縁霊がついており、それが三村の気性を異常に険しいものにしている。このままでは彼の人生はどんどん悪くなる、と言われた。しかも、霊が強力で、すぐに払う場合は、素人では死の危険がある荒行になる、という。そう言われて、三村の母親は、泣きながら、そんなことはとても息子にさせられません、と断ったそうだ。うちの母親は、三村の母親と昔から親しいので、この話も、母から聞いたのだけど、俺は、三村なら悪霊くらいマジでついてそうだ、と思った。そんなこともあって、俺は三村とは極力距離を置いていた。つうか、三村にはみんな距離を置いてたけど。しかし、小学校時代はともかく、中学に行くと三村の状況が変わった。小学校の時と違い、地域の公立中学は当時かなり荒れていて、いじめが横行していた。陰気でひねくれ者で、人相まで悪い三村は、速攻クラスのドキュン連中から目をつけられていた。中でも俺や三村もクラスには、伊藤という中一にして
身長180センチ近い凶暴ないじめっ子がいたのだ。伊藤は彼の出た小学校ではあまりにひどいいじめをするため有名人だったらしく、マジで三人転校させたらしい。この伊藤が三村のことを特に嫌いまくり、昼休みと言わず放課後と言わず、毎日仲間のドキュンと一緒に三村を取り囲んでボコボコに蹴りまくっていた。伊藤はひどく暴力的だったが、彼は親分肌で派手な性格でクラスで妙な人気があり、そのためクラスは全員で三村いじめを楽しむ雰囲気さえあった。しかし三村の性格も相当なもので、伊藤やその仲間の持ち物を教室の窓から中庭に放り投げたりする。当然伊藤たちは激怒し、いじめはますますエスカレートする悪循環だった。秋の球技大会の時にはチームリーダーの伊藤への当てつけで、三村は球が来るたびにわざと敵チームにパスしたので、試合後エキサイトしたクラスの男子総出の袋叩きとなった。中2以降は三村と同じクラスにならず、その子のことはあまり知らないが、聞いた噂では相変わらずのありさまだったらしい。その後高校生になって忘れた頃に町で三村を見つけた。なんと三村は俺が知ってた頃とは打って変わって明るく、人当たりの良い感じになっていた。あの憎たらしかった顔つきまですっかり変わっていた。実は中学3年の秋頃、三村の顔つきが急に明るくなり、性格も素直になったので、不思議に思った母親が以前の宗教関係者のところへ連れて行ったところ、なんと陰年齢は綺麗に落ちていますと言われたそうだ。その人も驚いて、これまでどんなことをされましたかと聞いたそうだけど、三村の母は特に何も覚えがなかったという。この三年間ほどで三村に変わったことがあったといえば、伊藤たちに毎日いじめで袋叩きされていたことぐらいだが、実はこの袋叩きが三村についていた霊を叩き出してしまったのかもしれない。狐つきとかで霊に疲れたやつを棒で叩きまくる習法があるが、あの三年間にわたる激烈ないじめは凄まじい荒行に匹敵するものだったのだろう。伊藤に出会わなければ三村はあのまま嫌われ同士の人生でどんどん不幸になるはずだったのかもしれない。こうしてみると三村は伊藤たちに人生を救われたことになる。今三村は家業を継いで近所の愛想の良い肉屋の主人である。トンネルの話。友達が担当の美容師さんから聞いた話。アキラさんは霊感なんかさっぱりないらしいんだけど、ホラー系の話は大好きなんだとか。美容師仲間や客から怖い話を聞くことも多かったらしいんだけど、ある日、割と近くのトンネルに出るという噂を聞いた。まあ定番のトンネル真ん中でライト消してクラクション鳴らしたら、な話ね。で、半分信じてなかったのと近くだったってこともあって行ってみたくなった。でも一人じゃ怖いからって言うんで、霊感が強いって聞いていた先輩も誘った。はじめは、遊び半分でそういうの良くないって反対してた先輩も、
アキラが、じゃあ一人で行きます、と言うと、しぶしぶオーケーしてくれたらしい。そのトンネルは、地元の人も夜は近づかない山の方にある。夜なんか真っ暗。そこに、アキラが運転、先輩が助手席で本当に行ってみたと。先輩が本気でやばいと感じたら即逃げる、肝試しのノリだったらしい。真っ暗な道、ゆっくりめに運転していくと、トンネルが見えてくる。トンネルに入る前から、普段明るい先輩が無口になっちゃったそうで、アキラはしきりに、大丈夫そうですか?と聞いたものの先輩は、多分大丈夫。と、中途半端な返答。怖くなってきたものの、噂に従って、トンネル中央付近で車を止める。本当ならここでライト消して、と続くんだけど、先輩が、待って、ライト消すな、と止めたらしい。山の中の細いトンネルで、電灯なんてついてないから、車のライトだけが頼りの状態ね。先輩が、車出して。アキラは慌ててアクセルを踏んで、車を発進。でもまあ、何かが追ってきてるのか、見えるとか、声が聞こえるとか、いうこともなく、そんなに思いっきり速度出すこともなくトンネルを抜けた。でもまだ先輩の表情は硬い。片側は山肌、反対側は川の真っ暗な山道。トンネル抜けても黙ってた先輩がすぐ、もっと速度出してと結構緊迫した声だったらしい。その後飛ばして、なんとか人家があるあたりまで降りてきた。で、先輩が、もう大丈夫だろうって言うので、とりあえずコンビニの駐車場に入った。アキラはもうビビりまくってたらしい。どうなってたんすか?と先輩に聞くと、トンネルに入る前、入り口の両側に男女がそれぞれ立ってたらしい。中年の男女。車の方を見てきたらしいけど、まあ何かしてくるでもなし、突っ立ってるだけの霊とかは時々いるので、先輩もそう警戒はしてなかった。が、トンネル中央で停車したあたりで、その男女がトンネル内までついてきたのが見えた。歩く速度だけど、車に向かってくる。こういうのはあまり良くないそうで、車出して、と。それで諦めてくれればよかったものの、その男女は走って追ってきたらしい。トンネル出れば逃げられるかと思ったけど、ずっと追ってきて、ついには車に追いつかれて、もっと速度出して、となったそうだ。男女それぞれが何か言いつつ、助手席の窓、運転席の窓から中をじーっと覗き込んでたらしいよ。アキラは何も見えてなかったらしいけど、冷や汗と震えが止まらなかったそうだ。先輩は速度上げて振り切ったからもう大丈夫だろうと。ただ、車に覚えない荷物とか、ゴミとかがついてたら、すぐ捨てろ、開けたりするな、と言われたらしい。事故か天才かで亡くなった感じの男女だった。多分、息子さんか誰かを探してる。そして、たまたま自分たちは、その息子さんくらいの年齢だったんじゃないか。と、先輩は言っていたそうだ。その後、アキレは先輩が病気に、なんて、いかにもな後日談は残念ながらない。翌日、明るくなってから、アキラが車に乗ろうとしたら、後部ドアあたりに小さなビニール袋が引っかかってたらしい。中はよく見えないが、黒だか茶色だか何かが入ってる。中身は一切見ず、アキラは捨てたらしいけど、開けていたらどうなっていたのか。もしくは、トンネル中央で、噂通りいろいろ実行してて、長居してたら、どうなってたんだろう。それも、すごい勢いでです。私がいた部屋は、
一番突き当たりで、部屋から廊下出ると横は壁です。その壁に向かって猛ダッシュしているように聞こえるのです。朝になって足音について同じ部屋の人たちに聞いてみたところ、聞こえる人と聞こえない人に分かれました。その足音は毎晩聞こえてきました。ある日、ダダダダダ。自衛隊に入隊したばかりの頃で夏でした。訓練が始まる前日、期待や不安でいっぱいだった私は、なかなか寝つけませんでした。布団の中で悶々としていた時に、廊下からダダダダダと、誰かが走っているような足音がしました。例の足音を聞いて、正体をつかもうと廊下へ出た人がいたそうで、その人は朝になっても部屋に戻らず、どこにもいなかったそうです。警察が来て捜索しても見つからず、未だに行方不明。あの時、廊下に出てたらと思うと、ガクブルです。駐屯地の横には、病院があるのですが、あまりにもうるさいので、耐えきれなくなり、足音がしたのと同時に、部屋の扉を開けました。足音の正体をつかんでやろうと思ったのです。誰もいません。足音も消えてました。その次の日、某班長から、夜中に足音が聞こえても、無視しろとの通達がありました。何でも以前、あの廊下の壁の真向かいが、ちょうど遺体安置室だったと、後日聞きました。荒行。幼稚園時代からの知り合いに、三村というやつがいた。三村は小さい頃から性格が乱暴で、根性がねじ曲がっていて、顔つきまで憎たらしいやつだった。